カタカタカタカ。今日いいもの持ってきたの。カバンの中から出してみるよ。じゃーん、これだよ。これで何作るっていうと、見て、これゼリーって書いてあるから、今日はこの全部でゼリーを作るよ。早速作ってみよう。じゃあゼリーの素をあげるよ。全部で12個入ってたよ。じゃーん。じゃあお鍋にグツグツするよ。グツグツしたものを紹介するよ。まずはこっち、最初グツグツしたのはリンゴ。リンゴにゼラチン入れました。ゼラチン入れました。こっちはブドウのジュースです。リンゴ、カルピス、桃、ブドウのジュースとゼラチンを混ぜました。型に入れて冷やします。冷蔵庫で冷やします。できました。美味しくできたよ。作るのは楽しかったよ。バイバイ。また見てね。